2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち麦わらの一味魚人島を経由しついに新世界の海へと漕ぎ出す航海中緊急信号を受信した一味は発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した同じ頃新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸 ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く砂金じて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは金右衛門と名乗る和の国の侍だった拙者、この島にに息子を助けに来た。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたちその途中 大家七部会となっていたトラヴァルガーローと再会する。麦わらや、うちと同盟を結べ、四皇を一人、引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で、打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めに、 パンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案スモーカー田主義との共闘を経てこれに成功する金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行はローの提案により次の目的地ドレスローザへと向かったドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り四皇街道との 取引材料としていたローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すためスマイルの製造工場を破壊することだったシーザーの身柄と引き換えにオカ七部会からの脱退を要求するロー翌朝ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ本人から連絡が入る「俺だ!」 七部会をやめたぞ今から8時間後北の孤島グリーンビット南東のビーチだシーザーをそこへ投げ出す勝手に拾え一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するがドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえその島から早く逃げろ急げ すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた新たな海軍大将・フジトラは牢に麦わらの一味との関係を問う報じられた麦わらの一味の剣、記事通り同盟なら黒彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。 麦わらや通りに上下関係はない記事通り同盟だこれを聞いたフジトラは牢の七部会の称号剥奪を宣言し攻撃を開始なんとかサニー号に退却したローだが今度はドフラミンゴの追撃が迫るローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示自分がおとりとなって ドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる一方ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの街に潜入していた